見つける逃れ将棋やっていきたいと思います。今まで21問解いてきたんですけど、ちょっとご指摘もいただいたことが以前ありまして、ずっとこの21問を続けていく、多分22、23、1万3000本本線までずっとやっていっても、正直あんま強くはなれないのかなというふうに思ってるんで、今までまで解いた21問を繰り返し繰り返しやっていきたいなっていうふうに思ってるんで、今日は0から1問目をやっていきたいと思います。以前解いてる問題ですけど、ちょっともうねだいぶ時間が経ってるんで、一度解いた問題を何回も何回もするっていうのがいいかなっていうふうに思ってるんで、さあ、0問目ですね。かかってるのが8八玉で王手が7九銀ですね。攻めてるのは持ち駒が金と銀だ、取った、そうか、8九にあるんですね。だ、取角を取ったら金打たれてアウトだから、かといって取っても上がるしかないですよね。上に上がって桂馬はちょっと利用するってのもちょっと微妙かなと思ってんで、歩で詰めて横に上がって金打たれて上がるとしんどくなる気がするんですけど、ここも下がって大丈夫ですよね。振り出しで戻ってきてるんですけど、ダメじゃん。一回クリアしてるって言ってもこんなもんですよね。できたらかといってこっちに逃げるってわけにもいかないんですよね。ここで、歩で受けて金取って金寄せるか、寄る取れないから横にずれてもダメで、下に逃げるしか、しんどいよね。下がって金が上がってきても、ようやっぱ何回も何回も同じの解かないと意味がないなっていうのを改めて感じてるんで、上に上がって金が来て横にずれて馬が来て上がって銀が来て上がって金打たれたらしんどいんで、横にずれたいけど馬が効いてるから、こっちにして金、そうですよね、逃げ場がないよな、ですよね。で、上に上がるのは合ってると思うんですよ。上に上がって銀でずれて馬で上がって、下にずれてもいいな、下にずれて、くう、全然学んでないな。上がって金をどのタイミングで打ってくるかですね。歩があるんで7筋のところに逃げると歩で追い込まれちゃうんですよね。結構来たら角成りで上に上がって歩で詰められて金で追い込んでくるんで、かといって右に逃げるとしんどいから、逃げるスペースってのが上だとは思うんですけど、角成りですよね。で上に上がって銀で来て横にずれれないから、左上に上がっても金打たれたらですよね。取るって選択肢は絶対ないですから、ちょっと動かさせたい、ね、こっちに行ったら金でアウトなんで、逃げ道って一個ぐらいしかないんだろうなと思ってるんですよ。下がって金打たれたらとか、下がって金打たれたらアウトだから、下がって金打たれて
下に下がったら角成り金かて、あーまだ逃げ道はあるけど詰められてアウトですよね。右にずれたら角で来るのかなですよね。これ金で受けてもどう馬ってされたら逃げれないんじゃないかな。歩で受けて銅でいいかな。そうか、今のこの桂まで取ったってのがでかいわけですね。これは逃げ切ったんじゃないかい。でも一緒だと思うんですけど、千日手みたいなことになってるじゃないですか。しつこ、濃すぎでしょこれ。下手にやって金打たれて終わったら最悪ですよね。ここまで粘って、やっと長いねもっと簡単な手があったと思うんですけどね。ヒントをしてある程度のところまで合ってると思うんですよ。ここは違うのか。で桂で受けて金で受けて取って、これまた千日手パターンですよね。千日手を控えようとして逆に積もうとしてるんですけど。つけながら、ちょっとこれで正しい道がなのかは微妙ですけどね。さあ1問目いきましょう。ちょっとね0と1と2をノーミスでクリアできるようになるまで続けたいなと思ってるんで。87の竜が来てて29の金が来てて相手は金桂桂かで王手がかかってるのが、どこで王手がかかってんだろう。角が利いてるのか。歩で受けれないから右に逃げたいですよね。右4八に逃げてでそこに金4八に逃げたら、ああ金打ってくるかな。金竜でくるのか。上がっとちょっとしんどいですよね。そうですよね。そしたら横にずれ腕受けて、うー最悪、下手くそすぎですよ。金で取って竜が来て
金を下げて上がって取っていいよね。でこれも取っていいですよね。で歩で受けて歩で受けて、あ今の歩で受けるのは良くなかったな。上に上がっていいかな。金で受ける、そうですね、金で受けるか。下に下がって桂馬来たら左にずれて、ただ角があるから後ろに下がれないのか、上にも上がれないし、おこうなると下に、あ、詰んでるかな、詰んでるんじゃないですかね。角が来てて金で取って、あーここまで来て読めたらいいんですけどね。歩で受けて、金にずれるとちょっとしんどくなると思うんで、3七にして、ずれたら桂で打たれたら、これって右の2七にずれたら3五に桂打たれた、あでも角銀が銀がそっち角金で取って歩で受けて上に上がると詰まるんですけど、相手が飛車と桂ですよね。下がるってのもありっちゃありですけど、角が来るんで横にずれるのも嫌だなぁとは思ったら、飛車か歩で受けて桂馬ですね。こっちで来て桂馬でちょっと桂馬の余裕見せたいんで、横につけたら桂馬打たれて、ここにずれるのかまだ。取っていいですよね。ああ。で、下がって。もうこうなるとアウトですね。そもそも間違ってますね。で、取って。で飛車が来て歩で受けて、上がると金と桂で詰められるんで、やっぱ右下で粘るだと思うんですけど、上に行って飛車と金を消費させて下にずれるっていう方が有効かもしれないです。これで下に来て飛車桂が来てるから飛車が来てさ、ずれて右下にずれて行けるかい、右にずれて竜が来ても受けて、あ今の歩で受けないで、ちょっと待ってくださいね、今の歩で受けないで上げても一緒ですよね。途中までは合ってると思うんですよね。何が途中まで合ってるだと言いたくなるの。で桂馬来て下がるしかないから、歩で受けて、で上がって桂馬打ってきて、上がるは絶対ないんで
3七にしちゃうと飛車打たれて下に下がって3七に飛車打たれたくないんですよね。かといって2八、そもそもこれちょっと待ってください、ね、そもそもそもなんですけど合ってんすよね、考え方としては。下に下がるのかな、ここで腕を受けて横にずれてなられ左にずれて、捨ててもミスったらしんどいんですよね。これも歩で受けて鳴られて寄られたら取りゃいいし、鳴られてもいいですよね。これも取っていいよね。角じゃなくて銀取るのか。これは逃げ切ったでしょ。もう不攻めをね、ほんとやめてほしいですよ。もっとね、いい手があると思うんですよね。ずれて、取って、歩で受けて、下が、違う。上がっ、愚か者。横にずれて、金で取って、歩で受けて、上がって、横にずれて取って歩で受けて下がって飛車が来て、歩で受けて、歩で受けて桂で取って、取って桂で銀で取って金が来て下がって、で歩で打たれて、これを角で取って金、角で取って金で取って竜で鳴るけど金で受けて、でこれも金で取って歩で受けて歩を上げていいか、隣になられたらちょっとしんどいよな。それだったらここに逃げた方がいいな。さっきで銀下げて、そうですね、歩を上げてで竜で取ってき、めんどくさいなこれは。これは恐ろしくめんどくさいです。取って金と銀、ああ、ここまで粘ったのにな。横にずれて取って歩で受けて、で下がって飛車で歩で受けて。歩で受けてで玉で取って玉で取って銀で取って、下がって下がって取って取ってで右にずれてで
ちにずれて取って取って歩がねくるんで、まあ、取っていいかな。これも下がるか。これ千日手みたいな形になるんですよ。こうするとで千日手は嫌だからずれていくんですけど、そうなると角が角の睨みが効いてくるんですよ。それがすごい嫌なんですよ。だから歩があるところに2歩打てないところに逃げると。ふう。さあ2問目いきましょう。7、9、玉で、大手が6、8、桂成りで4、7、角も効いてて6、6、歩が来て8、8、8、6、飛で相手が金を持ってるんですね。ん同歩同歩ってしたら角が鳴ってこれ同歩ってして金が来て横にずれたら歩でと金取って取れて飛車できてまあ逃げれるかな。金取られてるんですよね。ちょっと試してみるか。ですよね。同玉で同玉で取って角同玉6七金角成りとらそうそう6七金ってして角で成れたらアウトですよね。同玉金で下がって角でなアウト右は逃げれないからかといって金で受けて金になられるんで、そしたら逃げ場がやっぱ同歩で受けて金ただこれを受けちゃうとなられてアウトなんですよね。6、8歩でもこれ歩で受けるし、でも歩で受けたら詰むですよね。かといって玉で受けたら金打たれて成られてアウトですよね。いやでも金受けて打った結局下がればこう来るか。あえこれでいいの？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。取って金で下がってで。横にずれりゃ詰めろが効かないんですかね。歩で来ても同歩飛車で来て逃げれるしで金で寄ったら金じゃ勝てるしで金角でなる上に上がって5六角あそうねなるほどね。ちょっとねこの1から0からにもう完全に理解してから次に進んでいきたいかなって考えたんでちょっとね